はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は新しく実装されたメアリー大黒天スーパーバニアンについて性能を見ていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速見ていくんですが、まずメアリーから見ていきましょう。これメアリーだけ言うと良くないな。メアリーアリング見ていきましょう。この子に関してなんですが、星1の低レアとなっております。はい、なのでフレンドポイントで入手することが可能になってるっていう形ですね。で、まず第1スキル、味方全体の女性の攻撃力を3ターンアップ、女性のアーツ性能を3ターンアップ、女性の NP 獲得量を少しアップ。第2スキル、スターを大量獲得し自身の HP を500減らす。第3スキル、敵全体のチャージを減らし味方全体の NP を少し増やす、クリティカル威力をアップという形になっております。で、クラススキルに関してはタイム力 E だけですね。で、それ以外だと、まあ、アルタエゴの適性持っているぐらいかな。あと、宝具に関しては、自身のアーツ性能を一旦アップ、オーバーチャージで効果量アップの敵全体に強力な攻撃、強化無効状態を1回の3ターン付与という形になっています。はい。で、これなんですが、普通に優秀な低レアだよね。うん、まあ、コマンドもバスター2枚のアーツ2枚という形になってるんですが、普通にいい。まあ、第1スキルが女性限定ということで、まあ、女性にしかバフがかからないっていうのがあるんですが、まあ、女性が基本このゲーム多いじゃないですか。まあ、キャストリア、シカリとか、まあ、いろいろなキャラクターですね。って考えた時に、システムができるキャラクターも割と女性が多いです。ってことを考えたら、このデメリット、女性にしか食らわないよっていうのが、デメリットのようでデメリットじゃないという形になるんで、なんかそのことを考えた時に結構使えるのかなとか思ったりしております。で、まあ一応そのツイッターでの情報なんですが、性別不明もなんか女性のバフが入っているみたいな形になってるんで、まあもしかしたら性別不明も含むのかなとか言われたりしています。はい。ただこれに関してはただの不具合の可能性もあったりするんで、まあ完全的な女性オンリーのバフと今のところ思ってもらえればいいかなと思います。で、一応バフに関してなんですが、 15-15-10% ということで割と優秀なスキルですね。で、第2スキル、この第2スキルがね、えげつない、個人的にマジかと思ってます。まあ HP を500減らすデメリットがあるんですが、このスター大量獲得に関しては30個生んでくれます。はい。ということで、まあお手軽低レア星1の30個は便利だったりする。かつ、モーツワルトだった場合、1ターンのバフしか続かないんですが、あ、モーツワルト君50個星埋めるんだけど、まあ1ターンのバフしか続かないです。ただ一方メアリーに関しては女性だった場合3ターン続いてくれるといった意味で相当便利だったりするし、第3スキルでクリティカル威力アップ3ターンつけてくれるということで、その際合わせても優秀かなって思ったりしてます。はい。で、まあこの味方全体の NP を少し増やすなんですが、これレベル上げ関係なしで 10% 固定で上げてくれるということで、まあ普通に周回等でも使える可能性あるし、まあ高難易度のバッファーとしても使える、変速軸でも使えるといった意味で、メアリーアリング星1のランサーなんですが、割と強い、結構やばい性能を持ってると思ってもらえればいいかなと思います。聖杯とか入れると下手し星4星5食べちゃうっていうぐらいに優秀なキャラクターですね。まあただ、さっきも言った通り聖杯を入れてないと通常の火力が低いということで、クリティカル運用しよう、あれ全然クリティカル出ないじゃんっていうね、事故もあったりするんで、そこだけ注意必要かなと思います。まあスキル自体は相当優秀ですね。で、宝具に関してなんですが、宝具に関しては全体の攻撃ということで、まあシステムワンチャン組めるのかなーって感じかな。まあただイアソンと同じベクトルな気がするので、まあめっちゃやりやすいっていうわけではなさそうだね。 NP50% 霊装とかと合わせてあげるといいのかもしれない。まあこれに関しては後々に検証していきましょう。で、それ以外だと自身のアーツ性能アップ、まあアーツ性能上げてくれるんで火力が上がりますね。で、強化無効状態1回の3ターン、これ便利ですね。まあ敵の高難易度挑む前提になるんですが、強化無効1個あるだけで割と周回じゃない、攻略がしやすいという形になるんで、そのことを考えたらこの子結構強いかなとか思ったりしております。はい。ということで、まあこの子の評価今のところめっちゃ高いです。はい。で、次大黒天ですね。
大黒天なんですが、第1スキル自身の旧性能を3ターンアップし、毎ターンスター獲得状態を3ターン付与、味方全体に毎ターン HP 回復状態を3ターン付与。第2スキル自身の NP を増やし、味方全体に毎ターン NP 獲得状態を3ターン付与。第3スキル味方全体に回避状態を1回の3ターンを付与し、 NP 獲得量を3ターンアップという形になっております。で、まあクラススキルは陣地作成 E、 道具製作 D、 申請 E という E- という形ですね。まあどちらかっていうとサポート寄りって感じなのかな。で、コマンドカードに関してはなぜかムーンキャンサーの攻撃適性を持っているという形になっております。で、宝具に関しては敵全体の急攻撃耐性を1ターンダウン、強力な地の力を持つ敵特攻攻撃、オーバーチャージで特攻威力アップの味方全体のクリー力を3ターンアップするという形になっています。で、まあコマンドカードはバスター1枚、アーツ2枚の Q2 枚という形になっているんですが、まあこの子に関してはまあ宝具の方、スキルの方も優秀なんですが、どちらかっていうと宝具の方が使い勝手良さそうだなとか思ったりしております。はい、まあ宝具に関しては敵全体の9の攻撃耐性ダウンするということで火力が上乗せされる。で、そこから地の力を持つ敵特攻のクリ力アップするということになるんで、宝具打った後のクリ運用がしやすい、これは結構な強みになってるかなと思います。まああとは地属性の特攻を持ってるということで、相手が地属性のアサシン、バーサーカーとかだった場合、火力が出しやすいってことを考えたら優秀かなとか思ったりしております。で、それ以外だと、まあ、スキルの方ですね。まあ、第一スキルでバフ、スター獲得持ってるということで、まあ、次のターンクリティカルをしやすい。で、第二スキルの NP を増やす。これに関しては、NP を増やすは 30%。味方全体だった場合、10% 増やしてくれるという形になるんで、まあ、一応この子を最終ウェーブに使おうって思うんだったら、1、2、3ターン目ですね。で、NP50% を貯めることが可能となっております。で、それ以外のサーバントだと 20% 貯めることが可能になってるって形ですね。周回等でもワンチャン使えそう。で、第3スキルで味方全体に回避と NP 獲得量アップということで、宝具回転上げつつ、まあ、耐久することができるってことを考えたら、まあ、わりかし星4のキャスターなんだけど、まあ、サポートすることもできるし、普通にアタッカー運用することもできる、変則運用も可能といった意味で、この子も結構強いんじゃないかなとか思ったりしてます。まあ、ただキャスターということで宝具火力が出ないっていうのが難点になるかな。宝具レベル1だと運用できないとか、そういうことがワンチャンあるかもしれないんで、そこだけ注意必要かなと思います。で、ラストバニアンですね。はい、スーパーバニアンです。アルターエゴですね。で、この子に関しては第1スキルで自身の攻撃力を3ターンアップし、味方全体のバスター性能を3ターンアップ。第2スキル自身の NP を増やし、味方全体の宝具使用時のチャージ段階を1段階引き上げる状態を1ターン付与。第3スキル敵全体に宝具封印状態1ターン付与し、クリティカル発生率ダウンを3ターン、そして味方全体のバスターのスター集中度をアップ3ターンという形になっております。はい。で、それ以外だとクラススキルでタイム力 C、 道具作成 C、 いいねの力 EX、 自身に攻撃時にいいね状態を3ターン付与する状態、そして被ダメージ時に自身にいいね状態を3ターン付与する状態を付与という形になってます。で、まあこのいいねに関しては宝具につながっております。で、まあ一応対バーサーカーの攻撃適性持ってるから、バーサーカー相手とかだとワンチャン使えるかもしれないね。で、宝具に関しては敵単体に超強力な攻撃、自身に付与されているいいねの状態の数に応じて威力がアップ、最大10個、防御力を3ターンダウン、オーバーチャージで効果量アップという形になっております。で、まあコマンドカードはバスター3枚のアーツとクイック1枚という形になっているんですが、この子に関しては正直なことを言うと、です。はい、宝具に関してなんですが、実質特攻宝具なんですよ。まあいいねの状態
の数に応じて威力がアップするということで、短期運用とか、まあ、もしくはバスターチェーンできたっていう時に、まあ、普通に火力を出してくれるといった意味で、いいねが最大4個つく。で、4個ついている状態で宝具打つと火力が出しやすい、まあ、もしくは通常攻撃受けたら5個になっててとかでいろいろあったりするんで、まあ、このいいねの数に応じて威力アップするっていうのは割と強いと思います。まあ、短期運用とか宝具火力出したいっていう意味では結構いいのかなっていう感じかな。で、あと、まあ、宝具がバスター宝具かつコマンドがバスター3枚ということで、まあ、第1スキル第3スキルですねの、バスター性のアップ、攻撃力アップ、あとバスター集中度の、やつが活かしやすいってことを考えた際に結構使える場面っていうのはあるのかなって思いつつ、うーんって感じです。はい、なんでかっていうと、まあ、めちゃくちゃ単純でこの子を使う場面っていうのがあまりない。ただただそれだけです。まあ、NP チャージに関しては 30% チャージということで、アペンド開けておくと 50% 霊装と、合わせてあげることで即宝具が可能です。で、かつ味方全体のバスター性能と単体の攻撃力アップしてくれるということで、通常の火力も出しやすい。で、かつ味方全体のバスター性能のバスターのシューター集中度アップしているということで、バスターのクリティカルもしやすいという形にはなるんですが、この味方全体のバスターのスター集中度アップ、これがあって感じです。これ味方全体のバスター集中度アップするということで、例えば、まあ、光小屋とかでバフしてあげようってやって光小屋持っていった際にバスターがあった瞬間にバニアンに星行くかなと思ったら、あれ光小屋に行っちゃった、ああクリティカルできないっていう事故もあったりするんで、そこがちょっと怖いなっていうのもあったりするし、まあいいねの単体宝具ということで、まあ実質特攻の単体宝具にはなっているんですが、これを周回等でうまいこと活かすかって言われるとちょっと活かしにくいよねっていう形にもなったりして、個人的にちょっとどうなんだろうなーって思ったりしてます。まあただ短期運用する上ではいいねがまあ常時10個つけることが可能となるってことを考えたら強いし、まあやっぱ特攻宝具使える場面っていうのはあったりするんで、使えるポテンシャル自体はあるんだけど、そのポテンシャルを生かすクエストが今のところあるかって言われるとないですっていうのが個人的な意見かなと思ったりするんで、正直ちょっとスーパーバニアンに関しては現段階で言うとちょっとどうなんだろうっていうのが個人的な意見です。はい、ただこれはあくまで初日での意見という形になっているんで、まあ、今後ちょっと使っていく上で、あ、やっぱり強かったって評価が変わる可能性もあったりするんで、なんかちょっとここら辺はとりあえず日数経ってどういう風に運用されるのかっていうのが改めて確立した時に評価が出るんじゃないかなとか思ったりしております。はい、ということで、まあ、各サーバントの性能解説してきたんですが、こういう形となっております。まあ、現時点で言うと、正直なことを言うとバニアンはそこまで強くない。で、大黒天とメアリーに関しては結構使えるのかなとか思ったりしてるんで、まあちょっとガチャ怖いなと思う方に関しては1週間ガチャ禁するっていうのはありなんじゃないかなとか思ったりしてます。なんか今すぐ速攻引くべきっていうガチャではなかったりするんで、まあいろいろ考えた上でガチャ引くというのをおすすめいたします。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後はね、見てくださった皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。